こんにちは、ギャンブラーヒカルです。ポーカー、ちょっと待って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 、いいの来た。Bad. ポーカー歴ついに1年になりました。そんなポーカー歴1年のプレイヤーがオンラインポーカーでどれぐらい稼げるのか気になる人いませんか？俺もね、ちょっと気になんね。オンラインポー、せっかくもポーカー1年やってたら、やっぱしオンラインポーカーで稼ぎたくなってくるやん。で、どれぐらいオンラインポーカーで時給稼げるのかをこれから検証していきたいと思います。どうしようか。これは普通にコールで行こうか、悩んでるふりをしています。まあもちろんね、ゴーゴー強いんで。Call. Check. フルハウス完成しました。これフラッシュできてほしい。相手6でもこっち側が勝ってるんやな。相手6持ってたらフラッシュ完成か。まあ、ここは相手からのベッドを。これ負けたんじゃん。マジか。6が出たから最後にまくられたか。最悪やな。5-5 めっちゃ弱くなったんやん。まあね、出だしからね、超最悪な状況に、めっちゃラッキーフルハウスと思ったら、なんやねん今のはっていうね、最悪の状況でした。チップ追加しましょう。いきなり負けるかよ。なんやねんあれは。まあね、ポーカー歴1年だと、GG ポーカーでどれぐらい稼ぐことができるかの検証をやっていきます。1回あたり1時間プレイして、そして、まあ、10時間の、合計10回、合計10時間プレイして、最終的に、まあ平均でどれぐらい稼ぐことができるのか。まあ正直言って、難しいところはある。まあこれ、ショーダウンないんで、ブラフしていきましょう。降りて。降りてお願い。All in. All in かよ。Bold. いやー、なかなか厳しい。序盤から厳しい。あっという間に、30BB ほどなくなってしまいました。正直レベルは 5NL 高いです。今の俺で勝てるかというと厳しいところもあります。まあでもね、プラスには持っていきたいかなっていうところはあるんでね。いやでも最初の悔しいなぁ、なんでなんていう、フルハウスからあれはないやろうっていう。さあ、73は多分フォールだよな。73はギリ参加できない、74だったら OK というところでした。A4 参加できんじゃん。エース持ってたら参加できるっしょ。ああ、エースの2は参加できないようです。エースの3から参加できるということです。ああ、またチップ追加。ああ、追加追加の嵐やな、ほんまに。Call. いや、エース揃ったけど、これでチェックじゃない？2人もいるし。チェック。チェック。いやまあチェックやろう。チェック。ベット。ボード。まあ、1回ぐらいはこれコールしましょう。一応トップペアです。
いや、1回じゃないやろ。2回できるかな。はい、で、どういうプレイヤー？うわ、エースクイーンか。強えなぁ。もう負けてばっかやな、最初っから。また 20BB なくなった。レイズ。やねん。もう追加の嵐。なんじゃこら。追加チップ、もうすぐにチップがなくなんねんけど、なんなんこれ。ハイジャックキングナイン参加できます。キング、また追加やで、これ。なんなんこれ。さあ、アンダーザガンからのレイズに対しては、これは厳しいんじゃないかな。フォール。うん、キングナイン、一応、20% ぐらいの割合で、レイズはできます。3ベットできますが、Fold. まあ、ほぼフォールドです。Fold. Fold. スモールブラインドって3ベットできんのかな？いや、そうでもないな。大して3ベットできないな。これが多分、トーナメントであれば結構3ベットはできるんだけど、キャッシュゲームだと6-5の3ベットってほぼないよな。アンダーザガンとかカットオフからは、まあそんなに高い割合ではないですが、20% ぐらいの割合で3ベットはできます。アンダーザガンだったら 50% ぐらいの割合。さあ、6-6来ました。ここはもちろん参加していきます。3ベットに対してはどうだろう。スリーベットに対しては66は、うん、コールできます。キング7ここからどうだろう。でもまあいけるんちゃうかな。やめとくか。あ、キング5以上であれば参加できるんで、今のは参加が正しかったと言えます。アンダーザガンでもキング6とかキング5のスーテッドは参加できます。フォールド。キッズ。レイズ。いやー、検証1回目からなんか、流れ悪いよな。まあまだ始まったばかりなんでね。逆転は、あるはず。期待したい。カットオフはエース5、うん、参加はできるけど、まあ、参加できるレンジの中では超弱いレンジです。うらやましいよなぁ。みんななんでこんな500も勝てんの ?4500 とか、どんなにプレイしてんのっていう。ロボットがプレイしてんのかな。そんなに狙いでみんなプレイできんの？何時間プレイしてんの？4000とか5000って一体な、何時間プレイしてん？ 100 ハンドでどれぐらいプレイできんやろな。確か通常のテキサスホールデムだと100ハンドぐらいできるのかな。1時間で。ラッシュ&キャッシュどれぐらいできんやろな、忘れたわ。まあ今回ので見てみましょう。1時間でラッシュ&キャッシュどれぐらいプレイできるのか。75これ参加できんちゃうかな。75ギリ参加できるけど、参加できる割合はかなり低いです。 40% ぐらい。さあ、ここはペアボードになってて、あ、このプレイヤーすぐにコールド多めと書いておきましょう。コールド多め、コンテおすすめ。クイーンテンな、まあまあ参加率多いんで、ここはしっかりとベット打っていきましょう。Raise.
calm. ここはキングがあるんで、しっかりとスリーベットしていきます。Raise. Raise が帰ってきたら、ここは諦めようか。諦めましょう。一応、キング10は一定の割合で、スリーベットはできます。30% ぐらい。Bold, bold. Raise. このプレイヤーなに ?3 ベット対決、3分のブラフウェットにフォールドと。Raise. さあ、3ベットが返ってきました。こちら、アウトオブポジションで、不利なので、さらに打っていきましょう。Raise. Bold. よし、相手、ホールドさせることができました。Bold. ちなみに、3ベットに対して、スモールブラインドからの3ベットに対して、10のポケットペアでの4ベットは正しいアクションと言えます。80% ぐらいが、4ベットで 20% ぐらいがコールになってます。Bold. Bold. 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 ちなみに俺のBold. Raise. 3ベット率は通常ぐらいか。A3 ってこれどうなんやろ、ボタンで A3 っていうのはこれ3ベットするようです。Raise. Bold. よし、相手うまくフォールドさせることができました。Bold. Bold. クイーン内ギリ参加できるんちゃうかな。Bold. Bold. うん、クイーン内ギリ参加できます。スリーベット率が高いプレイヤーだと嫌なんだけど、お、相手いなかったよかった。スリーベット率低。キング10、これまた3ベットが打てそうな予感のハンドです。カール。さあ、相手からの 1BB にはしっかりとアイソレーションベットをしていきます。レイズ。ボール。よし、このアイソレーションベットも成功。嬉しい。リンクインにはしっかりと大きめのレイズをしていきましょう。そしてクイーン10、ギリ参加できるんちゃうかな。カットオフからのクイーン10、ギリ参加できます。クイーンの10からレーズでカットオフは参加できます。キング9、どうだろう。ボタンから、うわー、ギリこれ参加できるんやなー。スリーベットでした。なんでスリーベット返していきます。キングナインはスリーベットが正しいアクションになります。アンダーザガンでも、ハイジャックでも、カットオフでも、キングナイン、ボタンのポジションからスリーベット返してました。なんでね、正しいアクションと言えます。よし。いい感じで 100BB まで復活。こっから追い上げていきたい。いい感じで3ベット率も高いんで、次回は本当に強いハンドで3ベットしていきましょう。もうなんかね、俺の3ベット信頼感が全然ないと思う。なんで、強いハンドで3ベットしていきます。これなぁ、相手から3ベット来たら嫌やなぁ。
Fold. え？え？みんなフォールドするん？イン？せめてコールするやろ、最後のビッグブラインドは。諦めすぎやろ、あれ。どうしたん、みんな。今のは驚き。なんか桜かよ、お前らっていうぐらいみんなホールドしていってんけど。え、みんなそんなに、あのゴールドなんちゃらは、ちょっと待ってや。カットオフは、いや、これホールドでき、あ、でも確かに、これでオッズが合うと思う。通常であれば、これはコールしませんが、まあ、二人、レイズして、それに対してコーラーがいるんで、その場合は、ま、4が出た場合はラッキーと。でなければ、もう簡単に諦められるという状況で。2だったらこれ参加せざるを得ないやろ。次の4待ちたいと思います。でなければ諦め。ああ、もうこれは諦め。チェック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 。よし、ナイス。ああ、もうこれ厳しいなぁ。こんだけキング、エースがあれば、どっちかは持ってるやろうなぁ。ベッドがあれば、ホールドです。チェック。ああ、意外とエース、キングなかったな。88で打つんや。ちょっとメモしとけよかった。あのプレイヤーはかなりアグレッシブな。キング6に参加できるハンドはなさそうやけどな。2BB でも厳しいやろ。キングは10からしか参加できません。まあ、レイズする人がいればキング10は参加できないやろう。キングに参加できそうだけど、レイズがあれば参加できないはず。エースジャックか。いやー、これどうなんねやろう。フォーベットができるかどうかっていうところで見ようか。いや、エース10はこれ無理やなぁ。相手の参加率高いけど、無理して参加するほどでもないか。残念。キングクイーンもちろん強いので参加していきます。キングクイーン、ただし、相手から3ベッドが返ってきたら、キングクイーンフォールドなんよな。キングクイーンフォールドになってます。今のアンダーザガンから俺キングクイーンでレイズしたんだけど、どっかから3ベッドが返ってきたらキングクイーンはフォールド。で、キングクイーンのスーテッドであれば、3ベッドじゃない、4ベッドを返してます。ただし、ポジションが有利になるスモールブラインドとかビッグブラインドからの3ベットに対しては、これコールになります。だからポジションによりけり、ポジションが有利になるんであれば、キングクイーン、スーテッドはコールだし、不利になるんであれば、もう4ベットで早めに勝負を終わらしちゃうと。キング10。これはもちろん、レイズでいきます。さあ、どこがあんの？ここか。ボタンか。まあ、ブラフ一発打っていきましょう。降りて。降りないか。一発ブラフ打って無理なら諦めます。相手からポットの半分以上のベッドが来たら余裕で。フォールドやろ。こちらがオリジナルレーザー側なので、普通にエースもあります。コンティニュエーションベットするのかなと思ったら、そんなことはなく 98.2% の割合でチェックとなってます。ベットの割合は低いです。これなんでかなと思ったら、エース7にエースがあれば、まあ、オリジナルレーザー側が有利ってもう、なんていうの、当たり前のように思っててんけど、そうではなくて、これ見ると、カッ
ットオフ側の勝率が低いと、コールしたボタンの方が勝率が高いんやんか、ハンドレンジ全体で。で、なんでかなと思ったら、カットオフはこんなにハンドレンジ広いねやんか。それに対してボタンっていうのは、コールするハンドレンジがめちゃくちゃ狭くて、その分コール、たとえコールだとしても、このようにハンドレンジが強いんです。いやいや、ここ見ると、カットオフのハンドレンジの方が 54.5% で強いやんっていうことなんですが、ここで、このベットしてるからハンドレンジが強くなってるわけで、ここでもしチェックしてたら、まあ通常ボタン側が強いということになってます。なんでね、あまりハンドレンジ全体が強くないときに無理してレイズする必要はないかなと。ハンドレンジ全体が強いとね、こちら側にアドバンテージがあるんで、小さくベットするのもいいですが、このようにカットオフ側にハンドレンジ全体での勝率が 48.7% と、ボタンの側が有利なときは無理にベットする必要はなくて、ほぼ全体でチェックしてます。濃い赤色の部分が弱くて、黄緑の部分が強いんですが、このように強いハンド7の3カードであったとしても、ほぼコールです。A シーズでも超強いんですが、コールになってます。ほんと弱いハンドが多くて、まあ、あまり黄緑がないよな。一方、ボタン側にも、まあまあ黄緑ないか。でも、エースの割合が全体で見ると高くなるよな。だってハンドレンジが。こっち側だと、ここら辺にたくさんコールできる。ここら辺に弱いハンドがいっぱいあるわけやけど、こっち側にはこの弱いハンドが少ないと。ということで、ボタン側が少しハンドレンジ的に勝率が高くなってます。ターンでは、相手側が 8BB のポットに対して大きめのベットをしています。それに対して、カットオフのポジションにいる俺は、フォールドが 99.6% で、ほぼフォールドが正しいアクションです。ここでコールしちゃうと EV がマイナスになってきます。もし、レイズなんてすると EV はかなり大きなマイナスになります。これが、もし、ボタンが小さくベットしていた場合でも、フォールドが 74.7%、ここはコールが推奨されています。24.6% でイーブン 0.1 なんでちょい高いんで、ここはコールでも OK、フォールドでも OK ということです。あ、いやー、さっきの3分の1のベッドでよかったか。だからまだ3ベッドはかなり高いと言えます。さあ、これは3ベッドを返していけるんじゃないかな。3ベッドしていきます。うん、クイーンジャックは 100% の割合で3ベッドになってます。Check. まあこれはもちろんエースがあるんで、こちらに有利なボードです。しっかりと打っていきましょう。Bold. よし。いいね。スリーベッドポット。Bold.3ベッドポットフロップ3分の1グラフにボード。点々来ました。これはもちろんベッドしてで、3ベッドにもフォールド返せるんじゃないかな。
点点は3ベットに対して4ベットも返せるし、コールでも OK と。スモールブラインドとかビッグブラインドに対してはポジションが良くなるんで、これコールで。相手の3ベットに対してはコールします。77はギリさんが出てきてるんだね。66からやったっけ。Raise. Fold. 77ギリさんかできます。うわあ、大きいベッドきたな。これは77はほぼフォールドです。 20% ぐらいの割合でコールできるかな。スモールグラインドの3ベッドに対しては77はフォールド、8899とかでも結構厳しい状況。10だったらコールできます。Raise. Fold. Raise. Fold. Raise. Raise. エースクイーン来ました。たとえアンダーザガンでもこれは3ベッド打てんじゃない。 Raise.うん、エースクイーンコールでもいいし、スリーベッドでも OK と。無事勝つことができました。俺のスリーベッド率めっちゃ高いねんけど、それでも意外とみんなコールしてこないんやな。意外とフォールドしてくれる。怪しまれへんのか、こんなスリーベッド価格で。俺スリーベッド率 15% 高すぎない。エース9ってコールするべき？エース9はコールするべきでした。しまった。Raise. アンダーザガンからのレイズに対してはエース9は、まあ、50% の割合でも、もうハイジャックからのレイズに対してはコールできます。エース9だと。Bold.Fold. Raise. Fold. 俺も 200BB ぐらいにしたい。みんなすごいよな。来た。今日運がいい。またまたこの何？ちょっとチップが多い状態。キングセブンなあ。いや無理でしょこれ。諦めよう。まあどんな勝負になるのか見てみましょう。意外とみんな慎重。このチップが増えた状態でもそんなにガンガンみんな攻めないんやな。すごいすごいベットしてきました。35-3。で今回2回も当たった。20分ぐらいしかまだプレイしてないんじゃない。エースキング、これはもちろんレーズ返していきます。え、これは3ベッド返せやろ。レーズ、ボールド。あこれはでももうしゃあないよな。打っていくしか。打っていきましょう。カウ。どうするか。厳しいな。チェック。しまっ
ったな。いやでもしゃあないよなこれ。さすがに2回もブラフ打てるか。でもこれはいくやろ。All in。悩むなぁ。まあ相手悩んでるんでね。よかったな。あー、これかなりギリギリの戦い。またまた。まあエースキングは割と3ベットに対しても4ベットは返していきます。9-8ってどうなん？レイズ9-8 はレイズでの参加であってました。いやー嬉しいねー。ちょっとこれプラスになってきたんじゃん。 146BB。 Raise Fold Fold Fold。 さあもう一発勝ちたい。 Fold Fold。 きたー、ここで A シーズ。俺の3ベットは嘘くさいぜ。あれ誰もレイズしないんかよ。なんであの重要な時に誰もスリーベッドじゃねえや。誰もレイズしてこないん？ S10 は、何これ、なんでリンクインしてくんの？よくわからないけど、まあレイズしましょう。レイズ。コール。チェック。何でリンクインしてきたんやろな。Bet. Call. Check. めっちゃ。まああとは相手のベッドから一回。Bet. これはまあコールしていきましょう。Call. 何でリンクインしたんやろ。22か。リバー大きめブラフ。ポケットリンクインと書いておきましょう。97ってこれ参加するんかな。97は、ホールドであってました。これが多分、ハイジャックだったら、あ、ハイジャックでも97はホールドや。カットオフからしか参加できない。まあ、77もちろん参加していきます。3ベッドも打てんのかな ?77、あ、そんなに3ベッド打たないわ。スモールブラインドからのレイズに対しては打たないし、ボタンからのレーズにも対して打ちません。30% ぐらいの割合。Ace5、スモールブラインドなら、みんなホールドしたら参加します。残念。Raise。ちょっと一回、利益確定させよっかな。ちょっと不安やもんな。なんかオールイン対決になって一気に 160BB 失うのはめっちゃ怖い。そんなオールイン対決に勝てる度胸がない俺にはまだ。ということで、一回利益確定させま、あ、でもちょっと待ってや。意外とこの3ベット率がいいんよな。この3ベット率が相手のブラフ4ベットを誘えたりするから、あとはコールもらえたりするし、ここは、まあ、もうちょっとやっていこう。Fold, fold, raise,
なんか3ベット率がめっちゃ高いし、これコールもらえるんじゃない、強いハンドで。なんで、やっていきたいと思います。3ベット率 12% やからな。なんか強いハンドが来るの待ちましょう。エース8はビッグブラインドからは3ベットは全然しません。10-4 はギリ参加、フォールドもありギリ参加というところです。ギリレイズで参加、30% ぐらい、違う、ごめん、間違えた、5% ぐらい。全然あかん。で、40% ぐらいの割合でフォールで参加できます。なんか強いの来い。ジャックナイン参加できんじゃん。レイズ。うん、ジャックナイン参加できるけど、どっかからレイズがあればもちろん、レイズできるハンドの中では超弱いので、キング7ギリコールできるかなというところです。ギリリンプインで参加できるハンド、レイズまでする必要はないかなと。64これ参加できるのかな。カード64は参加できます、普通に参加できますし、きたー、しかも2人いるんでね。チェックチェック。さあこれは打っていきましょう。ベットボールボール。残念、3分の1ベットかな。いや、まあまあ半分ぐらい打っていいやろ、みんな用心深いというところでした。全然コールもらえません。エース8無理よな。アンダーザガンはエースの10から参加できます。なんか強いハンド来い、強いハンド来い。そして俺に3ベットをさせろ。俺の3ベッドは嘘っぽいぞ。エースでマークが揃っていればキッカーが弱くても全て参加できます。さあこれな、俺の3ベッド嘘くさいんやけどな。一応クイーンジャックは3ベッドハンドなので打っていきましょう。クイーンジャック 80% ぐらい、 70% ぐらいの割合でレイズで参加、残りフォールドというところで、またいい感じで3ベット、みんなフォールドしてくれるな。アグレッシブが今日はおすすめの雰囲気です。キングに無理でしょう。うん、全然無理。コールできるのはキング9とか、キング9以上、キング10以上。そんなハンドじゃないとなかなかビッグブラインドといえども参加できません。これがアンティのあるトーナメントだったらめっちゃ参加ハンド広がってくるんよな。で、しばらくこれポーカーチェイスするのやめようかなと思ってます。こっちにね、GG ポーカーに集中して、この10時間はまず GG ポーカーで集中しようと思います。というのも、GG ポーカーのキャッシュゲームして、ポーカーチェイスでトーナメントすると、本当にね、もう頭ごっちゃごちゃになんねやか、トーナメントのハンドと。カール。カール。チェック。ちなみに、キング・クイーンは、これ、先ほども迷ったんだけど、チェック。3ベット返されると、ホールドです。まあ、ポジションの良いところだったら、コールできます。だからスモールグラインドとかビッググラインドの3ベットに対してはコールができると。ん、コールできへんや、待って、ちょっと混乱してきた。コール全然できんわ、全然できんや。キングクル、3ベットに対してはキングクイーン普通にフォールドでした。
来ないなぁ。この3ベットしたくなるようなプレミアムハンドが来ません。クイーン10は、これギリ参加できんちゃうかな。Raise. うん、クイーン10はギリ参加できます。でも3ベットが返ってきたら、何この3ベット率の高さ。怪しいけどな、30%。まあでも、クイーン10は一番、レイズで参加できる中では弱いんで諦めます。相手のハンドの方が強い可能性が 99% 高いです。まあ、それなりに強いハンドであれば、まあ、コールできたかなというところですが、今ので言うと、何やろ。俺、どこのポジションやったっけ？ハイジャックか。ハイジャックで相手がボタンとして、ジャックナインとかクイーンナインだったら本来フォールドするべきところだけど、まあ相手の参加率が高ければ、クイーンエイトとかでも普通に参加していいんじゃないかなというところです。Raise. これは、3ベット打つんじゃなくて、コールでいきます。Call. さあ、エースが来ました。これはもちろん、コールしていきます。Call. ただ、対してキッカーも強くないので、そこまでアグレッシブに攻めるハンドではないかなと。1回ぐらい打ちましょう。Bet. Call. Check. まあ、ここはチェックで回します。いい感じでチップを取ることができました。ターンで7が出た時に相手がチェックしたんで、ここは相手の弱気であることとトップペアが完成しているので、こう小さく打ったんですが、このアクションは間違いでした。チェックをするかベットするならもう大きくベットするかっていうのが正しいアクションになってきます。全体的に見るとチェックで回すことが多いようで、ハンド全体に対して 70% がチェックになってます。一方、小さくベットするのは 2%、大きくベットすることが多い、状況だと言えます。まあ、大きくベットするのは EQ で見ると、ここら辺の7、7があると3カードなんでめちゃくちゃ強い。そこら辺の7の部分で大きくベットすることが推奨されてます。もうほぼ、ポットオーバーベッドになるのかな ?15BB だと。ポットオーバーベッドやな。ポットオーバーベッドが推奨されているということです。ちなみに俺のエース8だと、これか。やっぱポットオーバーベッドが多い。37% の割合でポットオーバーベッドを打てて。ポットオーバーベッド難しいよな。俺あんましないんでね、そのポットオーバーベッドをするタイミングがよくわからない。で、まあ、タイミングがわからないっていうか、動画では、ナッツ級のアドバンテージ、ナッツハンドのアドバンテージがあれば、まあ、ポットオーバーベッドがいいよって YouTuber の人が言ってるんだけど、これを見たら別にナッツ級のハンドが俺の方に有利でたくさんあるっていうわけではないよな。BB も SB 側もそんなに差はないということで、ナッツ級のハンドがこちら側にたくさんあるときっていうんだけど、これ別になくても、こんな感じでポットオーバーベッドを結構ガンガンしていくんで、なかなかそのタイミングは難しいなと思います。ちなみにここでポットオーバーベッドをエース8でそこまで強いハンドではないんですが、これでして相手にコールをされました。そして相手側から最後にこれドンクベッドが来たとしてもビビってはいけません。コールが 68% の割合でコールになってます。って言っても EV-30 なんで、ちょっとよくわからない。ホールドの方がいいんじゃないかなと思うけど、コールの割合が高くなってます。これが相手からオールイン来たとしても、ホールドの割合が 65%、コールが 35%。いや、負けてるだろうと思うんだけど、このようにコールも一応 OK と、ただし EV は -80 と、最悪のことになります。もしこの状況で小さいベッドではなく、
ポットの 75% ぐらいでベットしたとして、そこでスモールブラインドから3倍のレイズが返ってきました。この時もビッグブラインドエースのキッカー弱くてもコールで歯を食いしばって頑張る必要があります。マジかよって思うんやけど、エース8そこまで強いんって思うんだけど、まあ頑張ってね、コールしていかないといけない状況です。まあ、EV はマイナスになってはいないんか。一応 6.9 で EV はプラスか。このような状況でもし相手からレイズが返ってきたとしても、ここは頑張ってコールするというのが正しいアクションです。うん、いいやん、いいやん。この最初の出だしでめっちゃチェック失ったから、うん、やっぱ NL5 は勝てへんなぁと思ったんだけど、見てください。178.5 ドルまで増やすことができています。6号は無理やろ。うん、76でギリ 20% ぐらい参加できます。ジャック6これ向いちゃう？いくら 2BB でも。うん、全然参加ハンドではありません。54無理やろ。早く俺のフリーベッド炸裂させたい。炸裂させたい。もうだんだん参加率減ってきたやん。Raise. Fold. まあまあ、これはもちろんフリーベッド打っていきます。Raise. Fold. Call. Check.相手がもし4ベットを打ってきたのであれば、キングクイーン、これはコールします。さあ、ここで1ペア揃いました。ここはしっかりと打っていきましょう。残念。いや、まあ、運もいいかなというところはあるよな。あんな感じでトップペアとフラッシュが、フラッシュドローが完成するっていう。運もいいよな。Raise. キングクイーン、スーテッドであれば先ほどの3ベッド、もし、違う、4ベッドが相手から帰ってきたときコールします。ただし、マークが揃っていないオフスートの場合は、相手の3じゃないよ、4ベッドに対してはホールドするのが正しいアクションです。Raise. Fold.そろそろ3ベッド適正値に。まだちょっと高いか、3ベッド。強いハンドで3ベッドしたい。エーシーズ、キングス、クイーンズ頼む、来てくれ。レイズ、コール。まあまあまあ、これは、ブラフ打っていきます。フォール。お、意外と降りるんや。フロップ3分の1ベッドホールドコンテオフィスね。もうああいうプレイヤーにはたとえボードにエースとかキングがなくて、こちらが有利じゃないボードでも積極的に小さいベッドを打って相手下ろしていきたいなと思います。次回会った時に。もう簡単に3分の1。フロップでね、ポットの3分の1ベッドに降りるようなプレイヤーには積極的にグラフしていきたいなと。どうすんのこれ76。76、これコールできそうやな。しかも、オッズが2人いるんで、良くなってるんで、ここはコールしましょう。5が出ればストレートか。チェックして。Bet. あ、3.2、ポットの半分に対してはきついんじゃないかな。これはやめときましょう。Fold. エース10はもちろん
参加していきます。は、相手から3ベットが来たらエース10はフォールドです。どのポジションからでもフォールドになっちゃいます。エースクイーンだったら3ベットに対して4ベット返していきます。Raise. Fold. Fold. いや意外と強いハンド出てこないな。11% まで3ベット率が下がってきました。普通っぽくなってきたよな。キング4これ参加できるんじゃん。ハイジャックから、ああ、キング4参加できんわ。キング5から参加できます。ギリ参加できない。カットオフだったらキング4は参加できます。98って確か参加できるよな。あ、参加できないな。マジで。参加できないです。A4 はみんなフォールドしたら参加できます。Raise. Fold. でももし相手が3ベット打ってきたらもちろんフォールドで、エース10で相手の3ベットに対して4ベット返していきます。もしくはコールもいいけど、まあ4ベットがおすすめで 80% ぐらいの割合で、4ベット。返すのがおすすめです。来た来たこれ。スリーベット来いやお前らスリーベット来いやー相手がスリーベット打ってきたらこれコールしようかな。残念。相手スリーベット打ってきてくれないか。そんなすぐにフォールドするん？フロップ3分の1ベットフォールドコンテおすすめ。そんな簡単に降りたらあかんやろ。もう 10% に下がったし利益一度確定しましょう。さあこれはもちろんコールしていきます。チェック、バット、フォード。なんじゃ、196ハンドして、3ドルの利益になってます。残り14分やっていきましょう。さあ、いきなりいいハンド来てくれました。ここはしっかりと3ベットを打っていきます。ここは、まあまあ、打っていくしかしゃあない。フォールドして。よし。出だし好調。今回も出だし好調。ブラフ炸裂です。ちなみにエースジャックなんですけど、先ほど3ベットしたけどすいません。あれ、コールが正しいです。エースジャックでの3ベットはちょっと調子乗ってました。全然3ベット打てません。なんじゃこらっていうぐらい。ビッグブラインドからは3ベット。ボタンからの、ボタンは、ボタンのレーズに対しては3ベット打てますが、まあそれ以外全然打てなかったです。調子に乗りすぎました。アグレッシブすぎ。でも意外と NL5 って3ベットに警戒して降りる人が多いから、意外とこの3ベットっておすすめかもしれんな。ちょっと3ベット多めにプレイしてもいいんじゃない？
Old. Old. さあ、A5 は参加できますが、どっかからレーズがあれば開けられます。さあ、参加ハンドが来ない。キング5も厳しいやろ。キング8から参加できます。ボタンのポジションであればキング8は参加していいけど、もちろんキング5は弱すぎます。エースの6も厳しいんじゃないかな。ハイジャックだとエース9やからな。参加率低い。来ないハンドが、ハンド来てスモールブラインド、どうしたらいいんこれ。レーズが来たら無理やろう。めっちゃ硬い人になってるやん。めっちゃ硬い人になってんねんけど、そろそろ参加していい ?97 参加できないハンドやと思うけど、うん、ギリ参加できません。参加しちゃいました。そしてクイーンステンス、あ、これはもうチェックじゃないかな。ポジションもないし、しかしここでフラッシュドローが完成。これはもちろん打っていきます。よし、ブラフ成功です。悟空倒しました。33ね、ポケットペアで意外と強いかなと思うんだけど、アンダーザガンからは参加できなくて、66から参加できます。カットオフになると33でも22でも参加できます。でも22だと参加率は 50% ぐらい。ちなみに相手から、3ベット、ボタンからの3ベットに対してはコールできます。2人もいるのに打ってきてるんよな。どうしようか。2人いるのに打ってきても、でもこの人めちゃくちゃアグレッシブなよな。 43% コールするかな。諦めましょう。いや、あれ打ってよかったかな。さあ、エース2でこれどうするか。ホールドです。エース3、エース4、エース5であれば、3ベットが打てます。87って参加できんのかな。87、まあみんなフォールドしてたら 40% ぐらいの割合で87でもギリ参加できると。でこちらの96も微妙なところ 30% ぐらい。まあ今のところ参加率めっちゃ低いんで参加していきましょう。まあでも実際のところは参加率 30% ぐらい。チェックチェック、ああまあこれはチェックよな。こんなにコールする人がたくさんいたら厳しい。ベッド、いや、このベッドは大きい。無理やろう。ミドルペアあるけど。ボード。ボード。残念。キングジャック、これは強い。
スリーベット打つんかな、打たないかな、はい、キングジャックは打ちません。でもキングテンとかで打ってるんで、まあ打っても打たなくてもいいかなというところです。さあここはエースを主張したいと思います。そして、フラッシュなぁ。いや、フラッシュだったら最初のフロップでもうすでに打ってるやろ。ブラフのベットしてるはずなんで、いや、エース持ってなかったのかなぁ。エース持ってたらポットベットコールしてくれると思ったけど。これはコールなのかな。ホールドが正しいアクションでした。ボタンのベットに対しては、ホールドが正しくて、66でさえも 40% ぐらいしか参加できない。怪しいけどなぁ。チェックで回ろう。チェック。Check. Check. コンティニューションベッドどれぐらいやったっけ今の人。忘れたな。Raise. Bold. Bold. Bold.さあキングジャックはもちろん参加していきます。ただ相手が3ベット打ってきたらホールドです。キングクイーンになれば3ベット打てます。87は意外と数コネット強くないよな、キャッシュに対しては。コールで参加やな。でも3ベットされたらフォールド。あまり87で3ベットしないな。まあ一定の割合ではするけど、20% とか 30% とか、そんなに3ベットはガン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 数コネで打ちません、キャッシュは。97、3ベットされたら、まあまあ普通にホールドというところです。相手の3ベットにはホールド。ただし数コネだったら一定の割合でコールはできると。特に5、4とか6、5の数コネだったら3ベットに対してもコールしていきます。でも一方9、8とか8、7だったらそんなにコールはしないんや。まあ、87はコールしてるか。まあ、よっぽど運が悪くない限り、今回勝てそうやな。残り9分ぐらい。やっていきます。A8 来ました。あまり3ベット今回打たれたイメージがないよな。こっちのレイズに対して、あんまみんな3ベット返してきてないと運がいい。まあみんながね別に3ベット率低いわけじゃなくて、たまたま今回レイズが返ってこないと。ありがたいです。勝負しやすいよな。来たこれ。フラッシュ。Bet.コールして。Call. Check. さあ、これはどうしようか。Bet. コールして、お願い。ハート1枚持ってたら。Call. Check. どうしようか。Bet. ブラフっぽくない？このポットベット。フラッシュドローが失敗しての、ブラフベッドっぽくない？コールしてお願い。あ、フォールドかこれ。めっちゃ悩んでるやん。
めっちゃ悩んでる。コールして。頼む。Oh. あー、残念。あー、フラッシュ、残念ながら、コールしてもらえませんでした。Oh. Oh. Raise. Oh. キングナインは普通にコールいけます。Call. 3ベット打つほどではないと。来ました。フラッシュドローに、ワンペアがついてます。これは嬉しい。さあ、ここは、打っていきたいと思います。Bet. めっちゃ運いいよな。フラッシュ来て、今回もフラッシュと。どんだけ運がいいっていう。残念。相手エース持ってなかったみたいやな。いや、今日運がいいな。その最後運がいい。連続フラッシュやで。しかもエースジャック。Bold. エースジャックは、これは、意外とフォールドです。アンダーザガンに対してもフォールドなんやな、エースジャック。スリーベット打てません。Raise. カットオフに対してやっとスリーベットが打てるぐらいか。ボタンだったら余裕で、スモールブラインドのポジションの時にエースジャックがあれば、スリーベット打てます。Bold. Raise.というのもアンダーザガンのレンジがやっぱすごい狭いんよな。エース10からしかレイズができないと。Bold. で、ちなみにどっかから3ベットが返ってきたらこれはフォールドです。残念ながら全てフォールドとなります。参加率低く。こんな余裕でフォールドです。ちなみにボタンからの3ベットに対してはエースクイーンだったら4ベット返せます。コールはあまりしない。ポケットペアだったらコールする。相手の3ベットに。Bold. Bold. Raise. なんだなんだ、Bold. 赤マークついてるけどなんで赤マークつけたかまでかはわからん。なんで赤マークついてる。チェック。まあ、これは相手のベッドには、ああ、多分この人、なんかコンティニューションベッド常に打ってくるっていう人じゃない。いや、まあでも分からんからやめとくか。ボール。一応コンテ挨拶と書いておきましょう。多分すごいアグレッシブなプレイヤーのはず。まあ、この BPRB 参加率見ても、多分かなりアグレッシブな人なんだろう。Raise. Bold. Bold. 66はカットオフじゃないや、ハイジャックからだったら参加できます。Raise. Raise. 3ベットに対してはコールしてかなあかんのよな。ということでコールしていきましょう。Call. 5-5 だったらコールできないんやけど、Check. 6-6 はギリコールできます。Bet.これコールしてかなあかんよなーということでコールしていきます。チェック。チェック。フラッシュ、はい。大して強いフラッシュじゃないんで、まあ、ベットはせずに相手からベットされたらコールしていくと。よかった。運がいい。フロップで相手側がポットの半分ぐらいでベットしています。これなんですけど、もしポットの半分より、これ多分ポットの 75% ぐらい、それでベットしている場合は、
コールでもホールでもフォールドでもどちらでも OK となってます。そしてもし、ポットについて3分の1ぐらいの小さいベッドであればここはしっかりとコールしていく必要があります。リバーでフラッシュが完成しますがチェックが 98.6% でここでよっしゃフラッシュだって気合い入れてベットすると EV は下がるので注意してください。ここでのアクションはチェックが正しいアクションになります。というのはやっぱしキッカーが弱い。ハンドルエンジン全体で見てもチェックの割合が多いです。ここは、ハンドルエンジン全体ではこっち勝率的に見るとかなりハイジャックの方が優位で、カットオフ側にはナッツ級のハンドが多いという特徴的なグラフになってます。相手側にナッツ級のハンドが多いという特徴を活かしてか、これ、見てください。エースクイーンなんかのね、勝率 100% のものでも、コール推奨になってます。スロープレイするのがいいよということで、勝率があまり、まあまあ 61% 十分高いんやけど、61% の方でベットをして、そして勝率が 100% の方はスロープレイが推奨となってるのが面白い。キングクイーンとかどうなんやろ。これもやっぱし、ナッツ級のフラッシュであれば、コールをして相手からのブラフを誘っていくという戦略が正しいアクションです。まあただこのボードとあのカットオフ、ハイジャックとカットオフで、ああじゃあこれ相手側にナッツ級のレンジが多いからここはスロープレイしようって判断するのが難しいよな。そもそもなんでナッツ級なんかがわからない。ナッツ級のハンドがこちら側のカットオフ側にたくさんあるかっていうのさえ判断するのが難しいよな。なんでこのカットオフ側にナッツ級のハンドが多いのかというと、これはエースのスーテッドの割合だと思う。ここが、まあ、ハンドレンジがこれなんだけど、まあここの割合がこんだけに対して多いやん。一方のそれが、ハイジャック側だと、もうこんだけなよね。ここの1、2、1,2,3,4つ。それに対してカットオフはエースのスーテッドが多いんで、ここら辺がナッツ級に差が出てるのではないかなと個人的に思っています。AA シリーズ来ました。もうこれで終わろうか。スリーベット来い。もうスリーベット来たらかなり強いスリーベットか。さあ、ここはもちろん、A シリーズなんで打っていきますが、小さく打ちます。で、ここで相手がキングを持ってることを祈って、大きく打ちましょう。キング持ってて、もしくはフラッシュドロー。どういうこと？まあ、ここは無理に勝負せずに、コールでいきましょう。ってことはもうチェックか。チェック。何でレイズ返してきたんや？カール。このフロップが難しい。 A シーズ小さく俺はベットしたんですけど、 GTO で見るとなんとチェックかもしくはポットオーバーベットがおすすめのアクションになってました。まあ、もちろん小さくベットすることもいいんですが、 EV 的にはどれも変わりません。ハンド全体で見てもまあポットオーバーベットが 17% と、小さくベッドを打つのではなくて、この状況では、ポットオーバーベッドが正しいアクションなんやな。もしくはチェックか。これなんでやろ？試しにフラッシュドローボードなんですが、これをモノトーンじゃないわ。レインボーのボードに変えてみると、これ、小さいベッドが、の割合が増えて、ポットオーバーベッドの割合は減っています。そしてこれを
緑でまたフラッシュドローの可能性が出てくるようなボードにすると、またまたポットオーバーベッドの割合が増えて、小さいベッドの割合は減っています。問題はターン。ここで俺がポットの 75% ぐらいでベッドすると、相手からチェックレイズが返ってきます。これも苦しめられるというか、まあコールせざるを得ないんやけど、実際に GTO で見てもこちらのベッドに対して相手のチェックレイズにでは、これコールが正しいアクションになる、なります。ここでまだフォールドは全然できません。ここで相手がもしオールインしてきたらどうなんやろう。オールインしてきたら、これオーバーペアでもフォールドが正しいアクションになります。もうそれぐらいやっぱここでのオールインとか、すごいアクションなんやな。ここは警戒してフォールドが正しいということになります。これどんなハンドでレイズ返してくるのかというと、クイーン1枚持っていて、しかも、クイーン1枚持ってる場合とか、あとはクイーン持っててフラッシュドローになってるものだと、それなりにレイズ返していますが、クイーン1枚のこれだと、ストレートドロー？クイーン7だと、あ、そうか。こっち側でもフラッシュドローがあるのか。クイーン7とか、フラッシュドローのあるもので、レイズを返しています。そして最後に、ターンでかなり大きなベッドが来ます。まあ、ポットの半分より大きめベッドです。これに対して、エーシーズはなんと、フォールドの方が正しいアクションだよな。フォールド 67% でコール 32% なんで、ここでのコールはちょっと頑張りすぎたなというところがあります。おとなしく、いや、なかなかでも A シーズでこれ、フォールドって難しいけど、これは間違ったアクションになってました。まあ、ポットの半分より大きいベッドが来たときは、たとえポットオーバーベッドでも、これ警戒する必要があるんだったなぁと反省しています。これが小さめのベッドの場合はもちろんコールの方がおすすめです。で、オールイン返ってきた場合はもうもちろんフォールドが 100% になります。これフォールド意外と俺できへんのよなぁ。でもちゃんと相手がオールイン来たら A シーズでもフォールドしないといけないというのが GTO 先生のアドバイスになってます。今回、1時間ちょいして260ハンドしました。あ、最後にね、まあ、ボロボロに負けたんだけど、なんとかプラスに持っていくことができてよかったです。いや、マジ、A シーズの時に相手ストレートとかほんまやめてほしい。危なかったな。あれ、リバーで、まあ、こっちがオーバーペア。確かキングがボードに出てる状態やけど、A シーズはオーバーペアやん。だからあそこでまあ最後リバーにちょっと利益がもうちょっと出したい、そこでチェックして相手チェックしたらもったいないなと思って、あそこでベットしたら相手からオールイン飛んできたんで、で全てなくなると俺のチップが。あそこの A シーズでチェックしたのは本当に良かった。で、まあギリギリ利益も出すことができたんで、この調子で NL5 で毎回利益出したら嬉しいよな。俺の NL5 で勝てるポーカープレイヤーかもしれないということで、残りまあ9回とまだまだあるんですが、ワクワクしながら NL5 挑戦していきたいと思います。